はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、まあ今ですね、2023年に入ってから本当に多くのですね、暴露が続いていたりとか、あとは真実がね、次々と明らかになってきているかなというふうに思うんですけれども、まあ今回もね、例のあれ関連で、まあ、どうやらですね、東京都知事の小池百合子さんが、まあまたですね、ちょっとおかしなことを言い始めたということでですね、まあそちらの方をね、シェアしていくのとともに、まああとはですね、えー、今現状日本にもね、不法移民 というかか、まあ、移民ですかね、まあ、そういった形でどん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 外国人がですね流入してきているわけなんですけれども、まあ、それによってね起こりうる。 まあ最悪の事態っていうのがもうすでに、ね、他国では起きているし逆に移民をまあ入れなかった際にどういったメリットがあるのかっていうねところもお話ししていきたいというふうに思います。ぜひ最後までご視聴いただければと思います。で、まず最初にですね、もう日本経済がもう激ヤバすぎるということでですね、まあ今生活保護の申請件数がここ半年連続でですね、増加していると。 いうことで、もうこれ半端じゃないことになってるんですよね。で、この生活保護、まあ、若干きな臭いなっていうふうに思うのが、日本国内って、まあ県にもよるんですけど、都道府県にもよるんですけれども、まあ場所によってはですね、 日本に来日してから1週間足らずの中国人だったりとかそういった人たちが一瞬で申請したらですね生活保護を受けられるような形になっていたりとかですね日本国民から集めた税金をですねそういった形でですね投入していっているようなところも前々からですね分かっていたわけですよねまずそこからですね頭おかしいのかこいつらっていうふうな、ね、ところだったわけですけれども まあそんなね、えー、まあこう、いろんなね、ことがあるような、えー、生活保護のね、申請件数がね、もうどんどん増えてるということでですね、まあ様々な支援金がですね、なくなったりとか、まあ貸付、政府からの貸付だったりとかがですね、えー、まあなくなったということで、まあその返済が始まった途端にですね、まあ事業者に対するね、え、やつとかいろいろあると思うんですけど、それの返済が始まった <laughs> 途端にですね、え、連絡がつかない。 まあそういった借り主も出てきているということでですね。まあそこでこういった形になってるんじゃないかというふうに言われてるんですが、まあこれによっておそらく今後あり得るのがまあ増税でしょうね。 うん。まあ、ここのね、なんか今日本って当意味わかんない国ですよね。金稼げば稼ぐほど絞り取られていって、何もしなければはインカムゲインというか、あの、まあ、ベーシックインカム的なものをね、もらうことができるというですね。まあ、別にそれ全てをね、否定するわけではないんですけれども、まあ、いかんせんね、その、まあ、払ってる方だったりとかね、そういった人たちに還元しなさすぎなんですよね。他の国だったらマジで暴動とかが起きているようなレベル感になってきているかなと。 いうふうに思うんですけれども、まあ、そこがですね、さらに加速質な雰囲気が出てきておりますので、まあ、ちょっとお話をさせていただきました。まあ、この辺に関してはね、あの、皆さんのご意見なども、え、ぜひありましたらですね、コメント欄の方に書き込んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 で次がですね、まあ、それこそ今、日本もですね、もうどん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 外国人の流入ですね、えー、増えてるわけなんですけども、まあ、止めることはしないでしょうね、今の政権だと。で、まあ、現状ですね、あのー、まあ、アメリカとかでもですね、まあ、いち早く、えー、そういった形になってたわけなんですが、まあ、民主党サイドがですね、まあ、やってたわけなんですが、まあ、馬鹿の証明ということで、今、なんとニューヨークがですね、あの、ホテルが空きがないみたいなんですよね。 もう枯渇しちゃっていて、その移民がですね、もう要するに不法移民とかそういった人間をまあこう収容するための、えー、場所がないから、ホテルにまあ仕方なく泊まらせているとで。しかも1泊5万円以上の高級ホテルとかにも宿泊させているということでですね、だえ俺も移民になろうかなみたいな、<laughs> なんかそういうレベルの、ね、話になってきちゃうよなっていうね。 感じですよね、まあ、結局そうなった結果ですね薬物だったりとかさまざ、あ、まなです、ね、犯罪とかもまバチクソに増えてたりとかねするしそれこそバイデン政権になってからねそもそもこれがね あのまあ、国境の壁とかね、そういったもの,の建設の停止だったりとか、そういったことがあった直後からですね、犯罪率が50%以上増加するというね、形になっていたりとか、もう本当にね、何が一体メリットがあってやってんのみたいな、まあ、おそらく結局、日本の政治家と一緒で、なんか自分たちの代だけ守られてればいいとか、なんかそういう多分話なんだと思うんだよなっていうとこなんですけれども、まあ、結局、そいつらにもね、投票権与えて、だから確か、その、えーまあ、自動、ん自動車免許。 うん、免許証さえあれば、なんか発行できるようなね、法案通そうとしてたりとか、なんかいろいろご了承してたね、えー、こともあったかなっていうところで、まあ結局そういったことはですね、まあ狙いであるというふうに言われているわけですよね。まあ日本のね、まあそれこそ岸田さんとかその辺に関してはもう財務省に首猫コね、握られちゃってて、結局まあ今のね、えー、総理の座を、まあ、退いた後のセカンドキャリアというかですね、まあそこの、 まあ、まあ、行き先をね、保証するからみたいな、なんかそういう文言でね、手なずけられてるようなね、形なのかなというふうに思うんですが、もう本当にですね、なんかもう、なんだろうね、なんか政治の世界って、なんかまともなことが少ないよなっていうふうにね、めちゃくちゃ思いますよね。で、なんでそんなゴミどもしかいないんだろうっていうね。 あのところがですね、本当に、だから素直に疑問なんですけど、まあ中には違う人もいるとは思いますよ。いるとは思うけど、まあさすがに多すぎんかっていうね、ところですよね。うん まあそんな感じですね。まあそれこそ日本よりも先に、まあそういった移民の受け入れとかをしていた、えー、まあアメリカもそうですけども、他の国とかもですね、まあそれこそそれが、えー、たたってですね、えー、まあこう左派のね政権から、えー、保守系のね政権に変わったりなどね起きているということで、まあそういったね機会ももう日本とかでも近いのかなっていうようなね形ですよね。で逆にポーランドとか、あのー、そういった国ではですね、あの、まあテロがね全く起きてない。 し、失業率が最も低いと。これは不法意味がゼロだからであると。移民なんていらねえんだよってことを言っていてですね。まあ実際もここまでね、まあある意味エビデンスというかですね、もうはっきりした答えが分かってしまっているのであれば、もうそれはもうそうだよなっていうふうにしか言いようがないと思うんですよね。 だから逆に言うとその状況の中でやるってことは結局のところ何かしらえそういった流入をね決めてる奴らにとっての何かしらのメリットがあるというところでまあ結局そいつらのメリットであって国民のメリットではないっていうねえ形かなっていうふうに思いますんで本当にゲスの極みだなっていうふうにね 思いますよね。この辺に関しては。で、しかも、まあ、それこそヨーロッパとかもそうですけど、まあ、そういったところでね、不法移民が結局大暴れしまくったりとかして、その自国の人間が非常に、まあ、大きな損害を受けていたりとか、まあ、場合によっては命を奪われるような形になっていると。で、日本にもに似たようなね、事件とかも今めちゃくちゃ起きてるじゃないですか。農家さんとかもね、あの、せっかく作った果物とか、あの、野菜とかをパクられちゃったりとか、謎のね、あの、まあ、こう、 超激安のですね、桃がなぜか上野で販売されていたりとかみたいなね。まあいろいろあると思うんですけれども。 まあそういったことが実際増えていってる。まあこれを見たときにですね、本当にね、政府が何のね、えー、干渉もしてないっていうのがですね、本当にね、まあ、今現状でも意味が分かんない。なぜ規制しないんだっていうね、えー、ところなだなと思いますんで、まあちょっとね、本当にこういったね、えー、もう超わかりやすい、はっきりしたね、えーまあ、事例としても出てきておりますので、日本は早,早くですね、変わった方がいいなというふうに思うところですね。で、次がね、まあ、例のあれ関連のお話なんですけれども、 いやあ、もうなんかこの辺もですね、なんかもうネガティブ情報というか、まあ、うんまあ、デメリット的なね、情報ばかりがやっぱ出てくるわけですよ。で、メリットに関しては、なんかこう、結局深掘りしていったら、あの、まあ、だんまりするというか、 なんかこう明確な答えというかですねなんか合理的な答えが出てこない、えー、結局集団免疫をみたいなねなんかそういうふわっとした概念だけで、えー、終わらせられるとで逆に、まあ、デメリットに関しては超明確なデータとかそういったものとして、あのーまあ、図だったりとかも、ね、出てきているような形の中で一体どっちを信じますかっていう、ね、ところになってくると思うんですよねうんまあただね不思議っすよねマジでなんでねそういう、まあ、データとかをね、まあ、そこはもう感情論の世界なんでそうなのかなとは思うんですけど なんでちゃんとしたデータだったりとか、なんかそういったものを見せたいとか、ロジカルに説明したとしてもね、あの、まあ、受け入れないわけですよね。ね、あの、感情論の相手にロジックで話したとか受け入れないというようなね、形かなと思うんですけれども、ただいつまでその状態でいるのっていうのはね、えー、っと、こ評かなと思うんですけれどもね、うん。 まあちょっとですね。まあ、このですね、えー、件に関してですね、まだまだ全然続いていきそうなね、ところで、まあ、それこそマロン博士が言ってるのがですね、まあ、今現状はもう本当に入り口に過ぎないと。今後より多くの、まあ、そこと、r l a のね、あの、ちょっと濁して言いますけど、 まあそのタイ,ムタイプの注入をするためのただ単なキャンペーンであるという風なね、話をしていて。というのもですね、それこそ mRNA のですね、開発者にですね、ノーベル生理学賞、医学賞が授与されたということでですね、まあ、選考委員会が行かれたこと言ってるんですよね。副作用とかそういったものは限定的で懸念はないし、心筋炎は軽度で影響なく解消されると。 いうふうな話をしていてですね。いや、これそもそもっすよ。あの、この中こういうこと言ってますけど、そもそも最初の時点で、心筋炎のリスクとか、こいつら言ってないわけですよ。言わずに、やれやれ言ってて、後から心筋炎分かって、心筋炎のリスクがみたいなこと言い始めてるわけですよ。おかしくないかと。うん。そんなね、体の中に直接投与するものだったら、最初からリスク説明をした上でやるべきだろうというようなところなわけですけど、そういったものは一切踏まれてない状態で、後出しじゃんけん方式でどんどん出てくるわけですよね。まあ、これ、こうの のとかもねあのー、まあ、同じようにというか、ですねけど、えー、影響ありませんみたいなことを言ってるんですけど、いやいや、そういう問題じゃねえかみたいなところですし、まあそれこそですね、あの普通のメディアとかから出てこないような情報とかでいうと、ですね本当にまあ若者の間でのですさ、ね、まざ、あ、まな症状というのもですねまあ、非常に多く出てきている、これ国内だけでも出てきてるわけですよね。まあそういったところを考えていくと、ですね本当にね、なんか、 ちょっとしたそういう細かいところかもしんないけど、重要なポイントっていうところが、まあ、こう、まあ、気づけるかというか、うん、やっぱ情報を取ってないとわかんないよなっていうふうに思いますよね。うん。いやー、マジでですね、なんかこう、まあ、今本当にね、日本もそうですけども、ま、特に日本かなと思いますが、まあ、尋常じゃない状態だなっていうふうに思いますね。マジで、えー、政府とか、まあ、国っていうね、大きな、えー、なんていうかな、こう、 箱の中に、ね、僕らいるわけですけれども、そいつらは別になんか僕らを、ね、守ってくれるわけではないわけですよね。もう単純な虫けらみたいなね、話なわけなんで、まあ、その虫けらなりのですね、こう抵抗というかね、まあ、そういった部分に関しては、なんかこう政治に期待するとかそういうところじゃなくて、もう普通に自分たちの経済力を上げるとか、うん、なんかそういうところに行き着いてくるのかなというふうに思いますけどね、結局のところは。うん まあそんなところにすがってでもね、あのそんな政府だったりとか、どっかの政治家とか、うん、なんかそういうのにすがってたところで、結局、あの自分自身がどう変わるかどうかっていうのはね、まあ、そいつらを頼みになったところで変わらないんで、やっぱもう自分でね、あの発揮して動いた方が一番早いかなっていうふうに思いますね。はい。で、次、これが最後なんですけれども、東京都知事の小池百合子さんがですね、 子宮契、うん、えー、例がガをですね、なんと女性だけではなくて男性へも打つことの支援を検討しているということで、一体このおばさんは一体何を言ってるんだっていうね、ところじゃないですか。で、そもそもっすよ、これに関してもいろんな本とかも出てたりとかするし、まあまあこれもここに関しても意見分かれますけどね、分かんないですけど、ただ実際被害者の会みたいなものはね、存在してるっていうところで、 まあそういうね、えー、ところから見たときにですね、まあ火のないところには煙は立たないんじゃないかなっていうね、まあところがありますんで、まあどうなのかなっていうところになんと、あとはその副反応で重い障害をね、まあこう、患っているんだというね、えー、そういった女性が多くいるというふうに言われてるのも、まあ事実あるということで、まあそういったもの全てガン虫の状態で、なぜか子宮の存在しない男性に向けても、子宮頸がんのね、 あ、ガンとした。えー、うんのね、えー、あれをですね、まあ、やろうとしているということでですね。いや、本当にですね。まあね、ちょっとこれは本当怖いというか、まあどうなんですかね、これ LGBT に乗せてきてる話なんですかね、なんか、うん、なんか男性で、まあジェンダー、ジェンダーというか、なんかそういう自認してる人たちにも、えー、やりましょうねみたいな、なんかそういうなんかわけのわかんない、本当斜め上の話なのか、わかりませんが、<laughs> まあちょっとねこれ,これらに関してもですね本当にね今それこそもともとあった例のアレだけではなくてなんか新しいですねそこから派生しているさまざまな、うん、疾患に対する例のアレも開発されていってるわけでしかも何百兆円っていうねあの規模感で投入されてたりとかするところもあるんでだからそういうと。 ところを見てるとですね、本当に全てがですね、まあ計画的にね、やられているそうな気がしてきてしまうなというふうに思います。まあ。 これからですね、さらに自分たちの目でね、見極めていくことが大事になってくるかなというふうに思いますので、またこういったね、形の情報に関してはですね、僕の方からも発信をしていきたいというふうに思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんの判断材料になればいいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今ですね、この YouTube の規制がまだまだ激しいというところで、僕の運営知るニコニコチャンネルなどでこちらで発信できない内容に関してはお話をさせていただいております。で、そちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、ぜひ皆さんフォローと追加、チャンネル登録、ご入会などよろしくお願いいたします。まああとは 今の世の中のいろんな負の要素からですね自分を守るためにもですねさまざまやっていくことは必要かなと思うんですけれどもそういった情報に関しても僕の運営している公式 LINE の方でたまに発信などさせていただいておりますのでぜひそちらの方も友達追加のほどよろしくお願いいたしますというわけで今回この辺で終わりにしたいと思いますそれでは皆さんもバイバイ